それでは Findy を作って分かった機械学習エンジニアとその分析っていうタイトルで Findy の佐藤が発表させていただきます。よろしくお願いします。まず今日発表する内容なんですけども、ドラクエ11の話はしません。はい。ただその代わり、まあ、内容としては Findy 創業して1年立つんですけども、その中で機械学習エンジニアってこうあるべきなんじゃないかなっていう提案のお話をさせていただこうかなと思います。で、特にその機械学習周りの技術的なお話っていうところは今回そんなには、僕らの方で、これといった大きな知見っていうところはまだ溜まってないので、次回お話できたらいいかなと思ってます。で、実際その会社のプロダクトのお話とかヒストリーといったところをちょっとお話しさせていただいて、そこから分かったこととかっていうのをちょっとまとめていきたいなと思います。で、簡単に自己紹介させていただきますと、 Findy 株式会社っていうところで、取締役をさせていただいている佐藤正隆と申します。で、ちょっと長々と書いたんですけれども、実際、そうですね、東京大学卒業後最近は筋トレにハマってますっていうところですね。で、最近肩トレがすごい好きで、まあ、じわーっとくる痛みみたいなところが最高にいいんですよね。分かる人は分かると思います。はい。で、Findy ご存知の方っていらっしゃいますか？あー、 100% ですね。ありがとうございます。皆さん知っていただいてるというところで、で、なんかあのツイッターとかでこのグラフ見たことある方いますか？これなんですけど、まあ、あの扱えるバーベルの重さでもなく、洗濯物の表示のマークでもなく、あの僕らが作った、スキル偏差値っていうのをつぶやける機能があるんですけども、まあ、後ほど Findy で検索して、登録してみていただければ、この機能使えるので、 ぜひ使ってみてください。で、簡単にその会社こんな感じなんですけども、去年設立して Findy Score っていうのを出して、今年、転職向けの、エンジニア向けのプレミアム転職 Findy っていうのをリリースしました。で、これが Findy Score ですね。で、実際、これ何できるのかっていう話なんですけども、人事向けのプロダクトで、募集要項、求人票のテキストをここに入れていくと100点満点中何点かっていうのが分かります。で、これ機械学習的なところ、まあ、ディープラーニングとかっていうもっと手前のデータ分析に近いところをたくさんやってきたんですけども、まあ、主にやったことっていうのがクレンジング、データクレンジングと、あと何度も読み込んで手作業で、手動採点っていうところをひたすらやり込みました。で、大体2万件から3万件ぐらいの求人票を手動で集めてきて、で、ひたすら読み込んで、で、これいい求人だよね、これちょっと良くないよねっていうのを分類していくっていうのをやってきました。で、そこから先多分機械学習とか使えばうまいことできるんじゃないかなっていうのもありつつ、まあ、ある程度の精度は今出てるので、機械学習っていうところはあまり使ってないです。で、実際そのロジスティック回帰分析っていうのをやって、100点満点中何点かっていうロジックのあたりを作ってたりします。で、社長の山田今日来てるんですけども、5回から10回ぐらい読み直してたりするんですけども、いやー、なんかもうちょっとこういう視点で見直した方がいいんじゃないですかね、んじゃあやるかとかって言って、何回か僕がもう1回2万件3万件を何時間もかけて読み込みさせるっていう、はい、卑劣な役割を今演じてます。はい。で、山田はもうほぼ正確に、んこの求人70点かなみたいなのをもう自分で算出できる機械人間になっているわけです。後ほどあの求人票を見せていただければいくらでも採点することができると思います。で、実際その Findy Score っていうのを作ったんですけども、評判は良かったりするんだけど売り上げあんまないよねみたいなところが実はすごい辛い、その、事業的な問題がありまして、そこを売り上げをもうちょい保ちつつ、でも Findy Score っていうのすごいいいものだと思うので、もっとなんかそれが活かせる何か作れないかなっていうところで、まあ、いろんな人にインタビューしました。エンジニアと人事にインタビューしていくと、エンジニアはイケてる会社どこなのっていうのが知りたいっていうところと、人事だとイケてるエンジニア誰なのっていうところ両方知りたくて、どっちも困ってんだなっていうところがすごい分かるっていうところ
で、だったらそのイケてるエンジニアとイケてる企業をマッチングさせればいいじゃんっていうところを考えたのが、今回のサービスなんですけども、そのイケてるエンジニアっていうところを探してくる、定義づけるのと、イケてる企業っていうのを定義づけるっていうのをやってきました。で、実際その GitHub を解析していって、僕らが提供するそのスキル偏差値っていうのを算出していったんですけども、GitHub の公開レポジトリを対象にして、よくコードを書いてる人とかいいコードを書いてる人っていうのを、ハイスキルエンジニアっていうふうに、定義付けてあげたりして、今後その機械学習のエンジニア採用していって、今ちょうど始まるところなんですけども、強化していこうかなっていうところです。で、今実際リリースされてるのでちょっと使っていただければっていうところなんですけども、これをリリースしていったっていうところが、今回あったんですけども、実際このリリースをする上で分かったこと、大体3つの側面からあるんですけども、それぞれ紹介していくと、まず1つ目、求人票の側面っていうところからなんですけども、求人票を数万件バーって見ていくと、いろんな職種のエンジニアとかがいるんですけども、機械学習エンジニアってどんな人なんだろうっていうのをちょっと調べてみると、割とその僕らで定義したスコアの中で、平均スコアっていうのはちょっと低めに出るんですよ。真ん中に近いところではあるんですけども、で、平均スコア低い人たち、低い職種っていうのはどういうことなのかっていうと、3つあって、いい求人の母数が少ないからちょっと低く出てるよねっていうパターンとか、あとは応募してくる人が一定数いるので、具体的に書かなくても逆に捌くのが大変になっちゃうから、そんなに詳しく書いてないっていうところがあったりとか、あとはそもそも情報量が不足してるっていうケースがあって、機械学習エンジニアの人たちっていうのはこの3つ目の情報量が不足しているところが多かったですね。で、具体的にその内容が分かりにくい、どういう業務をやるのかなっていうところはちょっと想像つきにくいなっていうところがあったりして、で、人事の人からすると機械学習エンジニアってどういう人を取ったらいいのかなっていうところがちょっと分かりきってないなっていうところが、あるんじゃないかなっていうのが一つありました。で、実際二つ目として、そのディープラーニングもちょっと挑戦してみたんですけども、ファインディースコア、最初の人事向けの、求人票何点ですよっていうサービスに対してのその特徴量を自動抽出してあげようみたいなところをやったんですけども、実際にその機械学習のプロに、手伝ってもらって、なんか有意義な結果出ないと思いますけど、とりあえずやってみますみたいな感じでちょっとやってもらったんですけども、やっぱり難しかったっていうところがあって、その実際僕らとしていろいろ出てた話でもあるんですけども、あと彼もやっぱり言ってたところとして、そのドメインに対する、その領域に対しての知識っていうところが相当数やっぱり必要だなっていうところが挙げられました。で、機械学習の専門家なんだけれども、そのドメインに対する専門家ではないっていうところがやっぱり、難しいところだったんだよ、難しいところだなっていうところがありました。で、実際その機械学習エンジニア、インターンとか副業とか、実際その採用していって、もうちょいサービスいいものにしていこうかなっていうところで採用していったんですけども、実際その採用するのが非常にやっぱ難しいっていうところが、実感として体感しました。で、相当数インターンしたいっていう、機械学習やりたいですっていうインターンの方が多かったりしたんですけども、実際その機械学習には興味あるんだけども、求人票なんすかねみたいな、そもそも転職っていうか就職もしてない状態だったので、そもそも人材料金に対してそんなに、なんだろう、興味があるっていう人はそんなに多くなかったなっていうところで、実際その上で一人だけ、機械学習のインターンは取ったんですけども、逆に僕らもどういう人取っていけばうまいこと僕らのサービス回っていくのかなっていうところが難しいなっていうところがありました。で、実際そのたくさん応募があったんですけども、なんで採用しなかったかっていうところだと、結論としてはその仮説検証のための観点に気づける可能性が低いんじゃないかなっていうところが一番大きくあって、で、自分たちが最初のサービスを作るときに、分析っていうのをたくさんやってきたんですけども、そこ求人票ってこうだよねっていうところの最初のなんか仮説みたいなところがやっぱないと、そのどういうふうにどこを使って回していく、ディープラーニングしていこうかといったところとか、
まあ難しいよねっていうところがあります。でそもそも求人票何なのみたいな話もあるんですけども、仮説検証をしていく上で、結局先ほども話した通り代表の山田がもう機械人間みたいな感じで機械学習しまくって彼の脳内だけでも大体ある程度精度が出てしまうっていう状態になってしまっていたんで、まあ、それを超えるじゃないけどそれに近い、知識を持った人とか、まあ、似たような知識を持った人が、来てくれるんだったらその人たちに、やってもらった方がいいんじゃないかなと思ったところもあります。であとその人材業界のに興味ない人たちっていうのが逆にやってもうまくいく結果って出ないんじゃないかなっていうところが先ほどの機械学習エンジニアの方と話してたりしたところがあって、まあ、例えばそのじゃあ何を見て、いいもの出しますかってなった時にじゃあ年収が高ければいい求人票かもしれないなみたいな形でその想像してやったりするんですけども実際その業界を見ていったりすると、そのなんていうんですかね、年収とかをよく見ると「おお相談」「要相談」みたいな形で書かれてるケースがすごい多かったりしてその指標って実は使えないんじゃないのみたいなところが、僕らみたいなその人材業界好きだよねみたいな人たちからすると、分かるんだけども機械学習のエンジニアとかをからするとちょっ と,、検討がちょっと難しいかもしれないなっていうところがあったりします。まあ、ただ、これらの学びとして分かることとしてはその領域のプロが機械学習やれば、逆に成功しやすいんじゃないかなっていうところが僕らとして思っていてで機械学習エンジニアっていうところが、ある領域にチャレンジするんだったらば、その領域にプロフェッショナルもしくはなんかすごい興味があって今後やってみたくてもう実はなんかやってましたとかそういうぐらいの状態の方が結果として出しやすいんじゃないかなっていうところが思っているところが一つで、逆に今僕らが提案する形としては、機械学習を専門とする人たちよりも、その領域のプロが機械学習を覚えていってっていう形の方がうまくいくんじゃないかなっていうところですね。で、今回その求人票の解析っていったところは、制約条件が他のものに比べて、そんなに多くない難しいところかなと思っているので、例えば碁とかだと、囲碁とかだと、大体盤面が決まってどこにどう置くかみたいな話だと思うんですけども何を解析したらいいのかみたいな何をしたらゴールなのかっていうところもそもそも決まってないみたいな話がやっぱ求人票のところにはあったりするのでちょっと難しい領域かなと思ったりしてます。で、結論としては、3つですね。まず欲しい領域のドメイン知識を持った人を採用するのが一番いいかなと思っててでその人たちに対して2つ目、講義の意味で、機械学習を教え込んであげるっていうところで、3つ目として逆に機械学習のプロはそういう人たちをうまく導いてあげるっていった方向を、取るとそのバランスよく、機械学習が成功しやすい方向に行くんじゃないかなと思ってます。ただ一応僕らがこの1年を通して出てきた、ある種の答えみたいなところではあるので、実際その機械学習のプロがよく知っている領域をそのまま、機械学習かけてみましたって言った方が成功しやすいケースもたくさんあると思うので、一概には言えないと思うんですけども、一例としてこのような結論を今回出させていただきましたという形でご清聴ありがとうございました。後ほどFF じゃない、ドラクエの話とか HR の話とか筋トレの話ぜひさせていただければと思うんですけども、オフィスに美味しいプロテイン置いてあるのでぜひ一緒にプロテイン飲みましょう。はい、ということでありがとうございました。